ピエール・リトバルスキー、ピエール・リトバルスキー、ピエール・リトバルスキー、1960年4月16日隊は、西ドイツ、西ベルリン出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。ケルン体育大学出身、1980年代の西ドイツを代表する、ドリブラーである。百八十一年に、西ドイツ代表に選出されると三度の FIFA、ワールドカップに出場し、 優勝1回、1990年のイタリアワールドカップ、準優勝2回、1982年のスペインワールドカップ、1986年のメキシコワールドカップを経験した。20代後半になってからは代表で機会に回ることが多くなったが、1990年の代表引退までに73試合に出場し18得点を記録した。西ドイツ代表では、 背番号7がトレードマークであった。また1982年のスペインワールドカップでは大会最多の5つのアシストをマークした。クラブでは選手生活の大半を 1FC ケルンで過ごした。後年には背番号10をつけキャプテンを務め同クラブの象徴的な存在であった。J リーグ初年度の1993年にジェフユナイテッド市原へ移籍し、 ブランベル仙台と合わせて日本で4年間プレーした後に現役引退した。1999年に横浜 FC 初代監督に就任してチームを J リーグ昇格へと導いた。その後はドイツで指導者を務め2005年に就任したシドニー FC ではチームをオセアニアクラブチャンピオンシップ優勝を導いた。2007年にはビスパ福岡の監督に 就任したが、結果を残せずに2008年7月に解任され、その後すぐに就任した、イランリーグサイパ FC でも好成績を残せなかった。スイススーパーリーグ FC ファドゥーツ監督を経て、2010年6月から VFL ボルフスブルクのアシスタントコーチを務め、2011年2月に、マクラーレン監督の解任に伴い、代理監督に就任、同3月に、 マガト監督就任と共に退任した。父親の先祖はロシアからの移民である。1960年、税務署に勤務する父親と秘書の仕事をする母親の間に西ベルリンノに生まれた。6歳か7歳の時に VFL シェーネベルクの下部組織に入団し、当時から巧みなドリブルや精度の高いフリーキックで目立つ存在であった。 16歳の時にコーチと共にの下部組織に移り、1978年に行われたユース年代の全国選手権で準優勝した。この大会の準決勝では 1FC ケルンのユースチームと対戦し、彼らのマネージャーに見染められて、大会後に移籍金5万マルクで 1FC ケルンに移籍した。1FC カイザースラウテルンとのプレシーズンマッチでデビューし、シーズンに入ると、 すぐさまレギュラーに定着してリーグ戦16試合に出場した。1 9 8 2年10月に1、FC ケルン監督に就任したリヌスミケルスは20歳のリトバルスキーをキャプテンに指名したが、厳格で規立を重んじる監督との間には確執が生じ、1983年に監督が退任するまで対立は続いた。1981年10月、 ユップデアバル監督によって 1982FIFA ワールドカップ欧州予選オーストリア戦に臨むドイツ代表に初招集され2得点を決めて華々しいデビューを飾った。1982年にはスペインで開催された 1982FIFA ワールドカップに出場し第1ラウンドを得失点差で勝ち上がるとイングランドスペインと対戦した第2ラウンドはトップ通過した。 ミシェル・プラティニなどがいたフランスとの準決勝では、ドイツの3得点すべてに絡み、17分に、相手ゴールキーパーの引いたボールを蹴り込んだ先制点の、シーンは、後年になってもしばしば流される像である。この試合は両者譲らず、PK 戦にも連れ込んだが、GK ハラルト・シューマッハーが、後セーブを連発して、決勝進出を決めた。イタリアとの決勝戦には1から3で敗れ、 自身初の FIFA ワールドカップは、準優勝に終わったが、オーストリア戦、スペイン戦、そして、フランス戦の活躍で世界に名を知らしめた。1982から83シーズンの DFB ポカール決勝の SC フォルトゥナケルン戦では、優勝を決める得点を挙げた。その後数年間はスランプに陥り、ドイツ代表の南米遠征でのホンジュラス戦では、プロデビュー初めて、 レッドカードによる退場処分を受けたが、1985から86シーズンの UEFA カップでは、ハンマルビーフやスポルティングクルーベでポルトガルを破って決勝に駒を進め、レアルマドリードに2試合合計3から5で敗れたものの、準優勝を果たした。メキシコで開催された 1986FIFA ワールドカップには控え選手として出場し、準々決勝のメキシコ戦は、 PK 戦要員として途中上したが、準決勝のフランス戦と決勝のアルゼンチン戦は、出場することなく、ベンチから試合を眺めた。1986年夏、フランスディビジオン案ン、一部に昇格したばかりの羅針、パリに移籍したが、開幕から低迷を続けた上に、フランスの文化や習慣に馴染めず、わずか1年の在籍で1、FC ケルンに復帰した。DF モアテン、オルセン、 MF トーマス・ヘスラー、GK ボド・イルクナーなどの名選手がいたチームは、快進撃を続け、1988から89シーズンと1989から90シーズンには2、シーズン連続して2位の好成績を収めた。1989年11月の 1990FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選、ウェールズ戦では、フランツ・ベッケンバウアーただしに、キャプテンに指名され、 この試合で珍しく PK を失敗したが、1990年にイタリアで開催される FIFA ワールドカップの切符を手に入れた。最年長選手の一人として迎えた、本大会はベンチから味方を鼓舞する立場だったが、アルゼンチンとの決勝では4年前の雪辱を果たして優勝杯を手にした。1990年9月7日のトレーニング中に人体断裂の大けがを負い、 8ヶ月の離脱を余儀なくされた。1991から92シーズンは、チームメイトのモーリス・バナフ派の事故死という悲しい出来事があったにも変わらず、リーグ戦で4位に入ったが、1992から93シーズンは、つばいてリーが2部降格の危機に瀕し、さらに外出禁止中に交通事故を起こして、監督と衝突したため、クラブを離れる決断をした。 ブンデスリーガでは406試合に出場して113得点を決め、欧州カップ戦には53試合に出場して16得点を決めた。ドイツ代表としては73試合に出場して18得点し、FIFA フフワールドカップに3度出場して1度の優勝と2度の準優勝という輝かしい成績を残した。2万2千人の観客を集めて行われた。お別れ試合には GK ハラルト。 シューマッハー、モアテン、オルセン、DF ギドブフ,フバルト、トーマス・ヘスラー、MF ・ローター・マテウス、FW ・カール・イコール、ハインツルン・メニゲなどの名選手がずらりと勢揃いし、試合に出場した選手と、フランツ・ベッケンバウアー監督の代表キャップ数を合計すると1100にも上った。1、FC ・ケルンとの契約が切れる1993年、ジェフ・ユナイテッド・千葉へ移籍した。 契約以前に日本を訪れたことはなかったが、1、FC ケルン時代にチームメイトだった奥寺康彦に、お前は前から日本人短大よと言われるリトバルスキーの性格と控えめで秩序正しい日本人の性質がマッチし、創世期の J リーグにおいて健在ぶりをアピールした。なお、リトバルスキーは1993年に J リーグに在籍していた。 外国人選手の中で唯一、FIFA ワールドカップ優勝経験がある選手である。1994年になると、記憶も英順監督と激しく対立し、さらにネナド・マスロバルの加入により後半戦は全く、出場機会がなく、1995年に、現役引退を表明した。1996年に、現役復帰して、ジャパンフットボールリーグ、QJFL の、 ブランメル仙台で2年間プレーした。1997年、JF 公認 S 級コーチ資格を取得した。現役引退後は指導者の道へ進み、1999年には誕生したばかりの横浜 FC 初代監督に就任した。2年連続で JFL 優勝を果たし、横浜 FC を J リーグに導いた。ここで一旦退任し、ドイツブンデスリーガでコーチ、 監督を経験し、2003年と2004年には再び、横浜 FC を率いたが、この時は目立った成績を残せず退任した。2004年12月にはビッセル神戸、監督就任が決定的だと報じられたが、2005年からは、オーストラリアサッカープロリーグのシドニー FC を指揮し、同年のオセアニアクラブチャンピオンシップ U に導き、チームは、FIFA クラブワールドカップに出場した。 2007年より J2 に降格したばかりのアビスパ福岡の監督として J リーグに復帰した。1年での J1 復帰を史上命令として臨み、第1クールを首位で折り返すなど序盤は会長に勝利を重ねたが、中盤以降負けが増え出すとチームを立て直すことができず、昇格争いに戻ることのできないまま7位でシーズンを終えた。このシーズン終了後、福岡は主力を含む、 選手16人、登録メンバー31人の半数を戦力外にする大改革を行ったが、これには選手とリトバルスキーの確執が大きく絡んでいたとされる。大幅に選手を入れ替えて迎えた2008年シーズンだったが、今度は開幕から全く調子が上がらず、チームは第1クールから10位以下に低迷した。3バックに変更するなどして少しずつ調子を。 上向かせたものの、結局7月にヘッドコーチの篠田義行が S 級ライセンスを取得したこともあり、成績不振により解任された。2008年7月にはイランサイパ FC の監督に就任したが、国内リーグでは再開に低迷し、就任前に決勝トーナメント進出が決まっていた AFC チャンピオンズリーグでは決勝トーナメント1回戦でたいと全く結果を残せず、 就任から3ヶ月後の10月に解任された。同年11月にスイススーパーリーグ FC ファドゥーツの監督に就任したが、2008から09シーズンの成績から2部に降格した。ドイツブンデスリーガのアイントラハとフランクフルト就任の噂もあったが FC ファドゥーツに残り、2009から10シーズンも同クラブで指揮を取ったが、成績不振から2010年4月12日に、 解任された。2010年6月、ドイツ VFL ボルフスブルクのアシスタントコーチに就任した。2011年2月に全監督スティーブ・マクラーレンの解任に伴い代理監督に昇格した。同3月にマガト監督就任と共に退任し、アシスタントコーチに戻った。170センチメートルに満たない身長ながら、柔軟なボールタッチを生かした。 ドリブル突破を持ち味としていた。プレースキックも得意であり、ジェフユナイテッド、市原遺跡後2戦目のベルディ・川崎戦では25の1から直接フリーキックを決め、1993年にはどの選手よりも多くのフリーキックによる得点を挙げた。同年8月に札幌厚別公園競技場で行われたベルディ・川崎戦ではコーナーキックを直接売るに沈めた。 幼少期からラシンパリ在籍時までは常にミニウィングまたは右サイドハーフとしてプレーしていたが、かねてより背番号10を身につけるゲームメーカーに憧れており、1FC ケルン復帰後に初めてこのポジションでプレーする機会を得た。ブランメル、仙台加入当初はリベロとしてもプレーした。プロデビュー2年目の1979年16歳の 頃から付き合い早くから婚約していたドイツ人女性と結婚式を挙げた。1FC ケルン遺跡直後はワンルームの狭い部屋で同棲していたが結婚を機に近代的な高層マンションに移り、1FC ケルンでスター選手になってからは郊外のバイラー・スビィストに持ち家を手に入れた。1982年に長女が誕生し、ラシンパリ時代は妻が妊娠していたこともあって、 途中から単身赴任の形となった。日本行きに際しても、妻と二人の娘は、バイラー・アスビストに留まったため疎遠とな、その後に離婚した。日本で現婦人と知り合い、に難を設けている。1989年春の、ドイツ連邦大統領選挙の際には、連邦議会の選挙人となり、キリスト教民主同盟へ、セデを支持していると報道されたために、 世紀に反対する国民の間に過剰反応を引き起こした。新しく誕生したドイツ連邦共和国の首都問題に際してベルリンを首都にすることには反対だと答えたため、その意見に反対する者から選択かご一杯の手紙が届けられた。日本語が流暢であり、サッカー番組のトークや解説などでは日本語で話すことが多い。中村俊介が セルティック FC に所属していた際に、グラスゴーで行われた日本のテレビ番組に出演し、アルシンドとタッグを組んで様々な競技などで中村に挑戦した。アルシンドと共に、左利きの中村に対して日本語で、右足で蹴れなどと冷やかし、挑発に乗った中村は、実際に右足で蹴った。40061163446310295 532-135。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。